This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらはラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こんばんは。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。当局は2023年はメディカルツーリズムを推進する計画です。政府は稲作でも BCG プロジェクトを推進しています。当局は国民健康安全保障局のゴールドカード会員に乳がん検診を無料で提供します。各都県にワクチン接種センターが設置されています。それではまず初めのニュースです。メディカルツーリズムを推進する計画です。今年は国民の健康に配慮した様々な政策が実施されています。最近では重症救急患者の手術費用を計算するための基準、方法、条件が新たに閣議で検討され、その中で重症患者を守るために最寄りのすべての病院で治療を受けられるようにすることや、72時間を超えない範囲で重篤な状態から脱却し安全に移動できるまで支払いをする必要がないことなどが検討されました。タイでは社会保険加入の際、利用する病院を指定しなければならなく、これまで救急の際の対応改善が求められていました。重篤な救急患者の定義は、意識不明、呼吸をしていない、呼吸が速い、息切れがひどい、呼吸音がある、発汗、体が冷たい、激しく急な胸の痛みがある、手足に力が入らない、突然言葉が不明瞭になる、痙攣を起こすなどとなっています。今回提案されている基準の見直しについて、重症救急患者のガイドラインに添付されている会計方法の第4次補正で、これに薬剤リストの作成と医師の費用の2つの項目で金額の基準が設定されました。次のニュースです。政府が稲作でも BCG プロジェクトを推進しています。世界の米を守る BCG プロジェクトは、商品に付加価値をつけるもので、現代の消費者のニーズに応える対策となっています。プラユット首相は、プロジェクト世界自然保護米 BCG バイオ循環グリーン経済モデルオフシーズン米の実施により、農家の生産性向上、生産コスト削減、環境保護に貢献すると主張しています。首相は、このプロジェクトは今日の消費者のニーズに合ったバイオ循環型グリーン経済モデルの稲作プロジェクトの最初の成功に満足の意を表明しています。アヌチャ政府報道官によりますと、プラユット首相がバイオ循環グリーン経済稲作プロジェクトの進捗状況をフォローアップのため現場を視察したことを明らかにしました。このキャンペーンはコストを削減しながら米の生産量を増やすとともに、技術革新、水の管理、農業を通じて環境を保護することを目的として実施されています。アヌチャ報道官によりますと、キャンペーンの第一段階は満足のいく評価を受けています。6つの県にまたがる1830来、およそ 1732.8 ヘクタールの水田でテストされ、2674人の農家がこのプログラムに参加しました。当局の報告によりますと、米の収穫は
27.07% 増加し、コストは平均 38.2% 削減されました。現在、このキャンペーンは第2フェーズに入り、10件から10件以上のプロジェクトが参加し、第1フェーズの成功を見本に実施されています。アヌチャー政府報道官は、プラユット首相がこの成功に満足し、キャンペーンを展開した各方面に感謝の意を表したことを明らかにしました。首相は、この成功がタイの米の価値を高め、農家の収入増につながると強調しました。さらに、バイオ循環グリーン経済のコンセプトを他の農産物にも適用し、世界との競合に直面している農業を強化し、春を知る経済哲学の理念のもと、タイ経済を発展させるためのモデルとなることを期待しています。次のニュースです。当局は国民健康安全保障省のゴールドカード会員に乳がん検診を無料で提供します。国民健康安全保障省は、女性のユニバーサルカード、ゴールドカード保持者を対象とした検診を承認しました。国民健康安全保障局のアタポン副局長は、カード保持者は BRCA1 または BRCA2 の遺伝子の変異をスクリーニングするため、無料で検診を受けることができるようになったと述べました。これらの遺伝子が発見された場合、その患者の直系親族は国民健康制度の下で無料の乳がん検診を受けることができます。副局長は、カードの所有者は BRCA1 または BRCA2 遺伝子の変異をチェックする資格を持つ7つのセンターで検査を受けることができ、サンプルを収集する機会を整えた全国69のユニットで、その検査受付準備が整えられていると述べています。職員は患者の相談に応じ、サンプルを採取して届け、全国のがん患者へのサービスを提供していきます。アタポン副局長は、国民健康安全保障局が地域のがん治療センターと連携し、利用者がサービスを受けやすい環境を整えているとしています。副局長は、これらのサービスによる利点は、がんの早期発見の数を増加させることにより、命を救うことができることだと指摘しています。次のニュースです。各都県にワクチン接種センターが設置されています。保健省オパート事務次官によりますと、保健省は各都県に外国人旅行者に有料で新型コロナワクチンを接種するセンターを開設することを計画しています。これは外国人旅行者が観光地だけではなく、国内の様々な場所を訪れる可能性があるからであり、このため各都県に接種センターを開設することは検討されています。ただ政府はタイ国内に暮らす人々すべてに無料でワクチンを接種することを方針としており、外国人の長期滞在者はこれまでと同じように無料でワクチン接種を受けることが可能だと説明しています。一方、高齢者などにワクチンの2回接種が呼びかけられています。保健省疾病対策局では、今後も新型コロナに備える必要があるとして、高齢者と持病のある人などに対し、年内にワクチンの追加接種を2回受けるよう呼びかけました。疾病対策局のタレート局長は、高齢の方や持病のある人は、雨季の6月から10月の前に1回目、年末に気温が下がり始める前に2回目のワクチン接種をするのが望ましいとしています。保健当局はこれらの接種に必要な2000万回分のワクチンを用意する予定だとしています。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。当局は2023年はメディカルツーリズムを推進する計画です。政府が稲作でも BCG プロジェクトを推進しています。当局は国民安全保障局のゴールドカード会員に乳がん検診を無料で提供します。各都県にワクチン接種センターが設置されています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。
在地汽车大成败高木车的快递地瓜加更温三百三分压真没可以直落这脱开发出来不应对了解发过开困难心靠在给我们的压力偷来整个人在地拉扯恋车快递恋你狂哭恋车莫出自己恋拉扯鸟黑色的草草地压抑你快乐的节奏寒温人自动接待让你开一捆接待挂寒温带着你能打心困困地去乱扯ラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。それで本日の放送は終了いたしました。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.